皆さん、引き分け企画、月に一回引き分け企画、本日もやってまいりました。ステージはしょっつる鉱山というステージ、いつもやってるステージですね。なぜかサイレントアップデで、引き分けにならないんじゃないか説が、自分の中でありまして。はい、一回目引き分け計画一回目。もうなんかステージずっとしょっつる鉱山だからね。飽きてる人もいるかもしれない。飽きてる人もいるかもしれないけど。こだわりってね、あるよね。こだわり。ここはね、いつも塗ってるとこなんで俺が。塗り慣れてるとこなんよな。飽きてきたら本当に塗る場所だけでも変えてみようかな。そしたら飽きてても、なんか、あ、面白いって感じるかもしれない。ないな。いや、ちゃんと濡れてるかな、これ。ちゃんと濡れてるよね。塗り残しないよね。大丈夫だよね。後から動画で見て、あ、ここ塗り残しあるじゃんって思っちゃう時あるんだよね。大丈夫だ。きっと大丈夫だ。あそこ、塗り残しやね、相手チーム。ちょっと、ひりおくん頑張ってる。ひりおくん。ちょっと来てくれない？ここのさ、ステージのさ、側頭部。ここどう？ヒレオくん。ここ。これ塗り残しじゃないんだよ、くん。あヒレオくんに塗らそうとしたら、あいつ落ちてった。なんかごめんな。まず最初はね、感覚つかむためにね。それっぽーくやっていこう。もう最初はできないって思ってるから。まあ、先生練習みたいなもんだから。期待値は薄いよね。そんな期待はしてないし。もういいじゃん。でもうまい。いいじゃん。おい。見てくれ、これ。おい、これ見てくれ、これ。あるぞ、塗り残し。これ、しっかり塗れんだぞ。オッケー。しっかり塗るんだぞ。謝ってる。塗り残し、あった、危ねえ。めっちゃある、危ねえ。めっちゃあったぞ、今。もう最初はできないって思ってるから、それで練習みたいなもんだから。これ塗り残しないでよ、これ。あっ！いった！できた！やったー！一回でできた！え、すげえ！いったー！やったー！できたぞ！一発クリアした！一発クリアした！ちょっと今震えてる。今体が震えている。100が足りねえ！ 100 が足りねえ！ 100足りない、どうしよう。ちょっと100足りなくなっちゃった！ね、ちゃんと編集じゃないっていう証拠、ここに残ってるわ。みんな見てて、これ。これスイッチから持ってきた動画。スイッチでも動画撮ったから。ほら、49.9。これ編集ですよねって、時々。だから昔言われたことあるけど、これで編集じゃないってこともね、言えたよね。俺、思った。今まで、引き分けにした後に、2回連続引き分けってやったことないから、連続チャレンジ。ここで、今、2回連続やっちゃえばさ、さらに新記録作れる気がする。よし！ 2 回連続行こう！はい！
1回目、まさかの、まさかのクリア。いや、まじ鳥肌立ったわ。1回目で、ね、クリアできるとは思ってなかったのに、2回チャレンジ。2回連続チャレンジ。ちょっとプレッシャーがやばいね、さっきより。さっきよりプレッシャーがやばい。なんだろう。さっきは、どうせできないだろうなって多分、俺もだけど、今やってる他の人も、絶対、どうせできないんだろう、今回は。って多分、諦めながら、やってたと思うんだよね。絶対に。そうだよね。ちょ、聞いてみよう。インタビューしてくるわ。2回チャレンジの最中だけど。急に、街角インタビュー。さっき、できると思わなかった？できると思ってた？できると思ってたかな？あ、思ってなかった。はい、だ。うわ、うまい。綺麗、ヒレオくん。これめっちゃ綺麗だね。真ん中頑張ろう。あ、ここ濡れてない。オッケー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 。こっちは？あ、こっちやばいよ。こっちやばい。頑張れ、頑張れ。こっちやばい、こっちやばい。やばい、2回連続チャレンジ終わる。こっちやばいよ。頑張れ。頑張れ、頑張れ。ちょっと出てるかもしれん。あ、ヒレオくん。これどう、やるからどうだ。2回チャレンジ。2回連続チャレンジ。いけるか？あ、なんかあっちめっちゃ出てるけど、何やってんの？何やってんのあれ？あああれ何？あそこ何？先ほどですね、ここら辺で、ボムが破裂したという事件が起きたみたいで、心当たりある方、いますか？2回連続チャレンジをやってるときに、もしかして、ヒレオくん？ヒレオくんか？ヒレオくんがやったのか？違う？あ！手あげてる！手あげてる！もしかして、ボーイくんがボムを投げたのかな？ヒレオくん、呆れてる！お願い、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 お願い。